皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回は先日重大発表と新機体が追加されたガンダムエボリューションをやっていくよ。いや、新機体って普通実装当日に動画にするものなんじゃ。先週までは巡り合い空をやってたから、それにしばらくガンダムエボリューションをやってないとなかなかやろうって気持ちにならなくてね。まあ気持ちにならなかったらサービス終了することになってたわけなんだけど。重大発表が本当に重大すぎた結果がこれか。地味に続くのかなとか思ってたんだけどね。まあ気を取り直して早速新機体を触っていこう。今シーズン追加された新機体はスサノオだね。今回はガンダムシリーズの中でも人気高い機体が追加されたんですね。人気の機体を追加するのが遅すぎるよ。スキルはこんな感じみたいだね。見たところスキルを使うことで中距離くらいまで戦える格闘機って感じかな。エクシアの杖になるような性能してますね。それじゃ次は早速スキル確認をしていこうか。まずは通常攻撃から。通常攻撃は1発170の斬撃を2回するって攻撃だね。振りが早いけど範囲はそこまで広くないって感じかな。動きながらしっかりに連撃当てるのは難しそうですね。どちらかというと手数でダメージを稼いでいく感じなのかもね。次のスキルはビームチャクラムだね。このスキルはチャージ系のスキルで、チャージが最大の時に通常攻撃のボタンを押すと発射できるスキルだよ。発射後は一定距離進むと自分の方向に戻ってくるって性質を持ってるから、うまく使えば2回ヒットさせることもできるんだ。威力が200ですから2回当たると大ダメージですね。ちなみに往復ヒットすると当たった敵に対してスロー効果をつけることもできるよ。攻める時の起点に使えるんじゃないかな。言うのは簡単ですし能力も強いですけど、実戦で往復当てるのは現実的じゃないんじゃ。そこは腕次第かな。次のスキルはトライパニッシャー。このスキルは前方にビーム弾を発射して当たった時にダメージとスローを与えるってスキルだね。発射までに少しラグがあるけど弾速が速くて意外と弾も大きいから想像より当てやすいと思うよ。また射程範囲も長くて弾自体も貫通するから中距離での打ち合いでも使えるんじゃないかな。これなら中距離での何もできない時間っていうのが減りそうですね。次のスキルは高速格闘攻撃。この攻撃は前方に向かって切り抜けて軌道上の敵にダメージとノックアップを与えるってスキルだね。性質としてはエクシアのタックルと似てますね。チャージがない分エクシアより直感的に使えるかもね。また通常ダメージが200なんだけど、スローの敵に対してはダメージが上がって300ダメージ入るから、とどめを刺す時なんかに使えるんじゃないかな。攻撃にも逃げにも使える、この機体の生命線みたいなスキルですね。パッシブ能力は生きるために戦う。この能力は自分が敵を倒した時、もしくはアシストを取った時に追加のアーマーを手に入れるってパッシブだよ。そしてジーマニューバはトランザム。発動すると一定時間トランザム状態になってスキルの性質が変化するよ。ジーマニューバはエクシアと一緒なんですね。機体説明はこんな感じかな。それじゃ早速実戦に行ってみよう。というわけでやってきました港湾都市。最初は防衛側からだね。このマップはロングレンジでの打ち合いが多くなるイメージですけど大丈夫なんですか？ロングレンジはスキルでカバーできるし大丈夫なはず。ただ問題はこれが僕の復帰第一戦で、さらに初めてのスサノオ初戦ってことかな。想像以上にヤバい状態だった。まあ慣れない部分は FPS スキルでなんとかしていくから大丈夫だって。マイスターさん、キーボードでの FPS まだまだ初心者じゃないですか。しかし分かってはいたけど、最初の打ち合いあまりにも無力だな。一応トライパニッシャーで奥から顔を出してる敵に対してダメージは与えてるけど、意味があるかと言われると、当たればスロー効果が効きますし、多少は時間稼ぎできてる感じはしますけどね。よし、相手の回復役であるユニコーンを落とした。しかもマヒローが追撃をしてくれたおかげで完全に撃破できたし、これでしばらくは相手も詰めてこないだろう。あ、そのニューガンダム起こさせたくない。さすがに無理でしたね。遠距離攻撃があれば仕方ない。僕たちとしても回復役がいない構成になってるし、ここは一旦元の持ち場に帰ろう。そういえば今気づきましたけど、マイスターさんのチーム攻撃力全振りみたいな構成してますね。ガンダムエボリューションにはロールって概念がないし、回復役も少ないから選ばれないことが多いんじゃないかな。やべ、暗いすぎると一気に突破される危険があるから、できるだけ被弾を減らさないと。奥にいる敵がいい感じに射線を通してますから、それが面倒ですね。しかもいるのズナメスかよ。あそこから長距離射撃されるのは面倒すぎなんですけど、本来なら潰しに行った方がいいんでしょうけど、さすがに遠すぎて近づく前にしばかれそうですね。上手い人なら一瞬で距離を詰めれるんだろうけどな。ここは一時撤退して守りを固めよう。少し引けば交戦距離が近くなって僕も戦いやすくなるはず。まあその前に前線が崩壊しそうではあるんだけど、相手はほとんど遠距離系攻撃を持った敵ですから、冷静に来られると厳しいですね。おっと、この距離に詰めてきたのは失敗だったな。僕のまさに飛んで火にいる夏の虫とはこのことか。高速格闘が手前の段差に座れたせいで的になっちゃったよ。
く、僕がやられたせいで前線が完全に崩れたから A 拠点が確保され始めたか。この港湾都市ってマップは防衛側のリスポーンが少し遠いし A 拠点を取り返すのは厳しいんだよね。残ってた仲間もやられちゃいましたし A 拠点は諦めて一旦合流した方がいいかもしれませんね。僕が弱いばっかりにこんなことになってしまったか。とりあえず少し前目で構えて一気に突破してくるやつだけ抑えよう。ここからは交戦距離が近くなるし僕が活躍する時間もできると思うんだ。港湾都市はこの場所で止まることも珍しくないですしね。相手の機体的に無理やり裏を取れるのはバルバトスくらいだしここを抑えさえすれば勝てるはず。僕はできるだけダメージを食らわないようにスローを待ち続けるんだ。格闘機なのに格闘を振らないとはどういうことなんだ。格闘を振る機会がないから仕方ないよ。お、仲間のマヒローのジンマユーバで相手のバルバトスが落ちたか。ってなんでヘビーアームズが後ろにいるんだよ。そう、やりきれなかった。さすがに今のオートマタ蜂の巣でしたね。下の以外と近づく手段がないの難しいな。やばい、敵が明らかに突っ込んでくる気満々なんだけど HP なさすぎて迎撃できる気がしない。とりあえず誰かを落として足を止めたいな。狙うはユニコーンだ。当たる？返しが痛すぎますね。これがフォーカスってやつなのか。そして僕に限界が、ただ相手のユニコーンもダウンしたしこれはいいトレードになったんじゃないか。完全に撃破まではいけなかったのか起こされちゃいましたね。3度目の出撃、初めてのスサノオってことでビビって引き気味だったけどここからは少し強気に行ってみようか。やはり格闘機は強気に圧を与えていかないとね。高台を取られてるみたいですよ。任せてくれ、そこの高台乗ってるやつ僕が速攻倒してやるぜ。ふっぽくにビビって逃げたか。絶対違いますよ。やばい、今度は僕が落とされる側になったんですけど。危ねえ、まさかあんなに前に出てきてるとは思わなかった。トランドムも溜まったし早速使っていこうか。あっこでビームサクラムのチャージが速くなるわけじゃないのかよ。ちょっと何やってるんですか。気持ちだけが前に出すぎた結果何もできなかったよ。ビームサクラムチャージ遅いからとっさの時に最大までチャージできてなくて撃てなかったね。まあただ僕の後ろから仲間が続いたおかげで溜まってた敵はいい感じに倒せたみたい。仲間が強いおかげで意外と耐えれてるな。これマイスターさんただのデコイになってますね。僕がデコイになって試合に勝てるなら本望だよ。左にドゥナメスが見えたけど味方のサザビーがニューガンダムと戦ってるしここは一旦サザビーの援護をしよう。よし撃破。さすがにタンク役がいると被弾なく近づけるな。いないと蜂の巣なわけですが誰か助けてくれ。ナパーム投げ込まれるだけで終わりな立ち位置してますね。あちちち、さすがにこれは逃げるしかないか。危ねえ、回復アイテムを拾えたおかげでギリギリ生き残ることができた。で、ドゥナメスまだそこにいるのか、あ。いや、意外と守りきれるものだね。いや、今のなかったことになりませんからね。復帰できると思ったのに。仲間が前線で戦ってるし早く帰らないと。残り40秒だしこのまま耐えるんだ。この距離ならトライパニッシャー当たるかな。弾速と威力があるから意外と偏差いらないな。次はあのヘビーアームズか。何？そんなに飛べるのかよ。ガンタンク後ろだ。まさかの機動力ですね。ここでアッシマー来るとかどういうこと。なんとか運悪くしたアッシマーは倒せたし、あとはヘビーアームズだけだ。ちょっとこの距離届かないんですけど。あーもう次から次へと次だろ。あのヘビーアームズはもう少しで倒せたんですけどね。ここでリカバリーガンとかゲーム IQ 高すぎだ。僕を完全に撃破しなかったのは失敗だったな。また懲りずにアッシマーが来たか。いや逃げるの早すぎ。まあ逃げたなら前の敵を先に倒そう。横から失礼します。ここまで近づけば僕の距離だ。さすがに攻撃の出が早いからバルバトスに何もさせませんでしたね。常識に距離なら結構一方的に戦えるね。そんなわけで前半終了。仲間が強かったおかげで B 拠点に入られることはなかったね。やはりガンダムエボリューションを続けてるやつは面構えが違ったよ。それじゃ攻め側をやっていこう。さてと、それじゃ攻めますか。スサノオの使い方も少し分かってきたし、僕たちは超攻撃型の構成だから攻めは有利なんじゃないかな。火力でゴリ押しですね。実際ゴリ押しの対処は難しいからね。まずは少しでも前線を上げていかないとな。相手にはマヒローがいるのか。これ止まると一生動けなくなりそうだし、多少無理してでも前線を上げた方がいいかもね。逆に詰められればマヒローはそこまで強い機体じゃないですもんね。さすがに入り込むまではしんどいか。この曲がり角を突破してしまえば有利な距離感で戦えるのに。まあでも少しは進めてるのかな。なんだかんだ味方のサザビーとマイスターさんのスタノーが無理やり突破してるおかげで後衛の味方が結構フリーで打ててますし、いい感じですね。でも左側は車線が通ってないからここからが大変だな。サザビーがちょっと進んでくれたし、ヘイトがサザビーに行ったら僕が飛び込もう。よし、まだちょっとあのニューガンダムは近づけないか。おっと、バルバトスさん、それは舐めすぎなのでは。さすがに車線が通ってるところはカバーがしっかりしてますね。サザビーばっかり見せちゃダメだよ。ここでニューガンダムも倒したいけどちょっと無理かな。あと少しが届かないか。でも結構進めたね。これは A 拠点は確保できそうですね。
敵も A 拠点は諦めて B の手前を固めることにしたみたいだね。僕たちの時はこの先を突破させなかったけど、果たして僕たちは突破できるのか。仲間のサジョ B はうまいです聞いてますよ。あいつら舐めてるのか、だいぶ前に出てきてるな。これ普通に突破できるんじゃないか。ふふ、これは分からせてやる必要があるみたいだな。舐めてたのは僕の方だった。ここを正面突破は無理がありましたね。ここで起きれるってマジかよ。おしかも前でアッシマーが落ちてるし、これ突破できるかもな。トライパニッシャーが当たれば一気に行きたいところだったけど、さすがに回復です。さすがに僕が突っ込まないと進まなそうだな。みんな右側は暴れるから、今のうちにどこかに穴を開けるんだ。ちょっと無謀でしたね。まあ僕がいなくても仲間が進めちゃうんですけどね。真疲労で突破するって本当に僕のいる意味なんなんだろうか。今のところ皆無ですね。悲しすぎる。まあだいぶ前のアップデートで格闘機には辛い環境になったらしいですし、仕方ないですよ。まあ今の効果は謎ですが、一時格闘機が強すぎたから仕方ないか。スタノーあまりにも出るのが遅すぎたよ。というわけで、なんだかんだ B 拠点に入れました。見た感じ中にいるのは2機だけだし、僕は目の前のターン A ガンダムを抑えよう。今の巴投げで僕を倒しきれなかったのは失敗だったな。もうお前に僕を止める手段はない。おとなしくやられろ。これ負けるってマジ？今の勝てないのはあまりにも弱すぎますよ。まあ試合には勝ったので。というわけで今回久しぶりにガンエボをやっていきました。久しぶりにやると面白ゲームなのですが、観戦初心者向けじゃないですね。サービス終了も近いので、これからちょこちょこ動画を上げていこうと思います。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。